それでは今日の試合結果です。駒沢球場第3試合は金城学園が夏の西東京を制した國學院久我山を6対2で下し、3回戦に駒を進めました。江戸川区球場の第3試合、堀越対東京実業の2回戦は堀越が11対4の8回コールドで勝利しました。上海公園野球場で行われた第1試合、東海大菅生がフッサに5回コールドで勝利しています。続いて22日の試合予定です。駒沢球場の第3試合、ともに1回戦をコールドで勝利した大森学園と創価が対戦します。江戸川区球場の第2試合は駒込と日大鶴ヶ丘を下した関東第一が3回戦進出をかけて対戦します。大和ハウススタジアム八王子、第2試合は日大二高と1回戦を延長14回で制した桜美林の対戦です。